チーズスナック手を使わないで一袋食べちゃったよ。だらけた火曜日思いっきり怠けて過ごすぞ。ははいいもんだな。やっと事件も何も起こらない平穏な一日を送れる。みんな気をつけろ。こいつに人間を食わせるな。なにこれ。ペットにしていい。くたばれくたばれ。観念しろ。行くぞ。今だ。まったく、早く下に戻れ。死人も吐きそうな匂いだな。フォード王子さん、ねえ教えてよ。王子さんの本に書いてある化け物たちのこと全部読んだけど。いや、すまん、リッパー。俺が通った暗く奇妙な道をお前が辿るのはとても無理だ。晩飯ができたら呼んで。じゃあまた次の機会に。それもダメ？ずっとダメ？ねえディッパー、気にすることないって。いいや、気にしろ。真剣に受け止めるんだ。俺の兄弟は危険な知ったかぶりで物騒なことに関わってる。奴には近づかない方が身のためだ。いいな。でも僕は夏の間ずっとこの本を書いた人を探し続けてきた。その人がうちの地下室にいるのに話も聞けないなんて。地下室のことは考えるな。お前は地上にいる俺たちとな。そうだよ。それにアヒル探偵のシーズン最終話が金曜日に放送されるんだよ。今週はこのミステリーだけで十分でしょ。一緒にクワクワしよう。クワ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 ク。なんでクワクワしないの？よせ。フォード王子さん、言ったはずだぞ。地下室には来るなと。俺がここでやってる作業はとてつもなく危険なんだ。ここには誰一人として一瞬たりとも。おい、それはダンジョンズダンジョンズモッドダンジョンズの38面サイコロか。そうだよ。ね、このゲームを知ってるの？ペンと紙、盾と剣を携えて我らが冒険は甘美なる幸福。多元的宇宙の中で一番好きなゲームだよ。今もまだ作られてるとはな。嬉しいよ。一緒に遊んでくれる人をずっと探してたんだ。ディッパー、これが何を意味するかわかるか。俺がやってきた作業をここで全てストップする。遊ぶためにな。いいぞ。で、ドラゴンをここに置いてプラスさんのファイヤーを。ディッパー、まだ起きてるの？もう何時間もわけわかんないこと言ってる。ごめんメイベル、ダンジョンを考えないと。フォード王子さんをびっくりさせてやる。どんな顔するか楽しみだ。最近ずっと一緒にいるよね、フォード王子さんと。この気持ちわかんないだろうな。本を書いたのがすごい人なのはわかってたけど想像以上だ。僕をからかわないしね、メイベリやスタン王子さんみたいに。きっと今だけ。そうだ。きっと今だけだよ。きっと今だけ。ここに置いとく。必要な時は使え。いいの？僕のせいでみんなとんでもないゲームに巻き込まれたのに。俺たち夢中になりすぎたな。お互い趣味の合う友達がいなかったからだろう。リッパー、お前に話がある。ここで何をしてるのかと尋ねたな。実はあのゲートを解体してた。別の次元に通じるゲートは世界にとてつもない危険を及ぼす。だからスタンはあれを使うべきじゃなかった。俺は救われたが、恐れていた通り不安定なマシーンからこれが生み出された。次元の裂け目だ。今は封じ込めているが非常に危険なものだ。リッパー、このことは誰にも言うんじゃないぞ。スタンにもメイベルにもな。わかったか？もちろん。俺には敵が多い。しかも皆恐ろしい連中だ。だがお前なら信用できる。さあ、もう寝る時間だ。俺はまだ調べ物がある。おやすみ、王子さん。おやすみ、ディッパー。